企画にした安倍豊による漫画作品。エニックスが発売したコンピュータ RPG ドラゴンクエストシリーズの世界観を用いた外伝作品である。ドラゴンクエストシリーズに登場するルビスがアルフガルドを想像する以前を描いた外伝作品。概説として作中にはドラゴンクエストの名物モンスターであるスライムすら登場せず、また噛み取り、 ラーミアを除けば同シリーズの他の魔物や呪文、武器もほとんど扱っていない。そのため、ドラゴンクエスト本編との関連性は希薄であり、オリジナル作品に近い。ただし、当時のエニックスは本作を生死であると認定しており、この作品で語られる歴史は、ドラゴンクエストシリーズの公式設定とされている。ロト伝説に遥か先立つ陶器イニシエの時代。 天と地の間に存在する精霊や妖精たちの国、遺伝。今この世界で大きな伝説の勘が閉じようとしていた。馬人物の名前の大半は,は主に宝石の名前、もしくは熱帯魚をはじめとして、アクアリウムで飼育される生物の種名から取られていることを、久美沙織が後書きで明かしている。ありがとうございます。